バナナの葉で包んだ出来立てのテンペ。ジャカルタの市場にて調理前のテンペテンペの断面テンペはインドネシア発祥の大豆などをテンペ菌で発酵させた発酵食品である。日本ではインドネシアの納豆と呼ばれることもあるものの発酵に使用されるのは納豆の場合は納豆菌であるのに対しテンペはテンペ菌という異なる菌を使用している。 テンペの形状は固められたブロック状である。味は淡白であり、納豆にやや似ているが、よほど発酵が進んだもの以外は、周期や苦味は、ほとんどなく、糸を引くこともなく、癖がないので食べやすい。インドネシアでは広く料理食材として使われており、最近は、欧米や日本でも健康食品として、クローズアップされており、日本では大量生産された商品がスーパーなどで、 販売される場合もある。テンペを作るにはまず大豆を水につけて皮を剥き、二つに割ってから20分ほど茹でて冷ます。これに酢などを加えて、大豆を酸性にし、テンペ菌と呼ばれる、接合菌に属するクモのスカビの一種リゾープス、オリーガスポーリスを含む麹を砕いて振りかけ、薄くならして、摂氏三十度程度で約十四時間発酵させる。良質のテンペでは、 豆が白い菌糸の層と折り合わされた状態となる。発酵時間が長すぎると表面に黒い胞子が生成する。これには害はないが、質は落ちる。アンモニア臭は強くない方が良質である。テンペでは大豆タンパク質が発酵によって消化されやすくなっており、また消化不良や腸内のガスの原因となるオリゴ糖が特に減少している。 伝統的なテンペ生産者が用いる麹には、テンペ菌以外にもビタミン B12 などのビタミンを生成する有用な細菌を含むことが多いが、先進国では純粋培養したテンペ菌を用いるのが普通である。テンペは食物繊維も多く含む。大豆以外の豆や穀物から作られるテンペもある。特殊なものとしてはココナッツから作られるテンペボンクレ。 があるが、これには有害な微生物が混入して毒素を生成する場合がある。しかし豆や穀物のテンペではこのようなことは起きない。豆や穀物のテンペで正常な色、質感、匂いがあれば安全である。通常は生殖はしない。インドネシアでは食べやすい大きさに切って塩水やサンバールなどにつけて調味してから油で揚げたり、炒めたり、煮込み料理にしたり、 火で炙って、サラダに加える。欧米では、ベジタリアンのための肉の代用品として食べられ、調理したテンペをそのまま食べたり、チリコンカーン、スープ、シチューなどにも入れる。テンペは冷凍することもでき、現在では、多くの先進国で入手できる。インドネシアでは他に、これに類似した食品として、だけとオンチョムが知られている。大豆、ココナッツなどの材料を問わず、 クモのスカビを用いて発酵させたものを、テンペ、クモのスカビと同じ接合菌の毛カビを用いて発酵させたものを、ラケ、死脳菌の赤パンカビを用いて発酵させたものを、オンチョムと呼ぶ。4. 豆類、日本食品標準成分表ペン、文部科学省科学技術、学術審議会主言調査分科会、2015年12月25日、2015年版。 58から59ページ。ISBN 978から4から864581189。2016年10月15日閲覧。リオトコ、認め。アジア食気候インドネシア版、納豆、テンペ。毎日新聞東京長官。ピアニッシモ、15、クラシワールド、ダダチャ、黒豆、テンペ、納豆いろいろ。毎日新聞東京夕刊。 ピアニッシモ4インドネシア国内では粉状にされた市販品ラギを使用することが多い。ありがとうございます。